いやー、緊張してきた。ログインしてます。すごい。コラボイベントその1、限定ヒカキンの塔が出現。これは予告があったもの。すごい。あ、鬼の顔がこうなるっていう感じですね。なるほど。限定青鬼が出現するぞ。すごいね、これ。限定ヒカキンスキンをゲットしよう。なるほど。これが5階層それぞれの鬼ってことかな。あ、来た！コラボイベントその2、脱獄ごっことコラボ。で、善一さん、マイッキーさん、キャリーちゃんの名前でゲームプレイで脱獄ごっこスキンがゲットできる。なるほど、名前だけでいいってことですね。これそのまんまスキンってことですね。やばすぎる。かわいすぎる、これ。で、さらに限定コラボマップに登場する特別な宝箱から限定スキンをゲットできる。っていうことですね。これ多分3人ともお団子になってるスキンだと思うんですけど、脱獄ごっこの宝箱が出てくるっていうことですね。出た。忙しすぎる。ペット追加その1、青の卵。あ、宝箱からなんだ。宝箱からゲットして持ち帰ろう。持ち帰ろう。青逃げですか。で、時間で貯まる青の卵のゲージを貯めよう。動画視聴やゲームプレイでもポイントアップ。これが育てるっていうことですか。孵化させるっていうことですね。で、ゲージがマックスになると、魚なんですけど、フグ、ハリセンボンな、フグかな。ゲージがマックスになるとペットを獲得できるぞ。青の卵は一つしか所持できません。すでに所持中の場合、宝箱からは青の卵は登場しません。一個だけ持てるってこと。どういうこと。ペット追加その2、あなたの仲間がペットとして追加。いっぱいいるってことか。で、どれが出るかわからないっていうこと？孵化するまで。あーで、能力が違うのか。ローラースケートの出現率ダウン。青ゼニー出現率アップ、など、などっていうことですね。特有のスキルがあるってことは、それぞれの能力を確認しないといけない。で、青逃げしたり、連れて青逃げすると経験値ゲット。ペットレベルが上がっていくっていうことですね。で、スキルの効果が強化できる。いろいろな種類のペット。まあ、何が出るかわからない。同じ子が出てくることもあるのかな。一個育てたらまた次の卵を持って、孵化させてっていうこと。で、それぞれのを連れて歩いてレベルを上げていくっていうことですか。はぁ、頭使いそうですね、これ。なるほど。ちょっとイメージしてたペットと違いますけど、なんか面白そうなんで、卵も見つけたいと思います。なるほど。4連休なので、青鍵祭りが4回開催される。裏ステージの出現率 100%。あら、ヒカキンさんの塔は隠しステージないってことかな？ログインボーナス来た。で、これで、なんだこれ、前のやつじゃない？もうもらっちゃってるやつ。あー、動かなくなってる。ボタンが反応しなくなりましたね。あー、これ前回のやつですもんね。ボタンが反応しないな。あ、いけた。なんだこれ。あ、うわ、びっくりした。怖いんですけど。限定コラボ開催記念ログインキャンペーン。なるほど。まあまあ、いろいろもらえるっていうか。この顔多用してますね。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ多用されてる。怖いなぁ。はい、ありがとうございます。で、これだ。ヒカキンの塔。うわ、キンキラキン。待ってよ。ドットヒカキンさんもゲットできる。うわぁ、気持ち悪い。顔がこれ。いやいや、ヒカキンさんでもやっぱ気持ち悪いものは気持ち悪いね、青鬼が。待ってよ、トーチケットめちゃくちゃいるじゃん。1階1枚、2階は2枚いる、3階は3枚。5階は5枚ってことですね。なんか、うんちくんみたいになってる。もらえるスキンがやばいですよ、これ。ちょっと詳細、青の塔とは一緒か。あああ、トーチケット一緒ですね。で、すべての階を突破で、うんちヒカキンをゲット。ヒカキンチャレンジで突破で、スキンチェンジする。うわー、びっくりした。これヒカキンの塔を制覇して、限定うんちヒカキンをゲットしようって、さっきと一緒ですね。で、これが、これでまた5回を10回クリアとかで、スキンチェンジするのかな。形が一緒なんで、キンキラかな、これもまた。なるほど。なるほど。はい。はい、やってます。とりあえず名前を善一さん、マイッキーさん、キャリーちゃんにして、スキンをゲットする感じで、宝箱も漁りながらなんですけど、
善一さんのね、マイキーさんのね、スキンが可愛すぎる。で、宝箱取れない、本当に。やっと取れた。ヒカキンさんのドットスキンの子もいますね。みんな早いな、ゲットが。ゲットが早いよ。これでやって、私やっと善一さんのスキンゲットできて、その後マイキーさんでやって、くぅ、危ない100枚しか出ない。青の卵ってプレゼント、うわー、いる。プレゼントボックスじゃなくってもいい感じですよね。普通の宝箱から出るっていう感じも取り負けるな。みんな早いし、うまいし。で、待ってね、かわいい、これ、いいね、このまま好きになるってすごいいい。うーっと、危ない。いや、取れない取れない、宝箱全然取れない。いやー、塔もやらなきゃいけないし、塔チケットもいるでしょ。5枚ぐらいいるんですよね、5回チャレンジするのに。やばいですね、結構貯めないと。いけ、取れない。一回もガスマスク捨てていきます。宝箱優先で。あ、いた、善一さんの好きね。来い、100だよ。卵どこで手に入るんだろう。あ、来た、1000枚。ちょっと待って、何気にね、これちゃんとお会いするの初めてだよ、この鬼。うわー、図鑑はね、なんか知らない間に埋まってたんですけど、会えた、今頃。今頃会えた。なんだ、ダブルッティだったかな。あと全然取れない、ちょっと待って、キラキラ全く取れなかった。ガスマスク出ない。いや、サングラスしてるね、そういえば。死んだ、動きやば。あ、オッケーです、スキンもらいましたね。これはやるだけでもらえるのはすっごいありがたい。かわいいですね、これ、ありがとうございます。はい、マイキーさんの名前で善一さんのスキンでやって、マイキーさんのスキンを今もらおうとしてるところでございます。あー、ワードかわいい。なんかチャレンジありましたよね。うわー、やばいやばいやばい、卵も下がっ。まあいいか、これ死んでももらえますからね。はい、マイキーさんのスキンゲット。かわいい、これ。これ嬉しい。ありがとうございます。あ、来た。これか。これだ。脱獄ごっこステージってことですね。ちょっとね、ボット部屋だけど、ちょっといいや。新ステージ来たので、このままやります。あ、すごいね。うわー、めっちゃ宝箱ある。脱獄ごっこ、これ、最初の方のステージかな。なんか、やったことはあるんですよね。すごい。え、出た。普通に出るんだ、宝箱から。待って待って。わかんないままもう消えちゃった。こうやってたまに出てくる、どこのステージでも出るってことですよね。ここの、グリーンビレッジだけに限らず。え、下どうなってんのこれ。めっちゃ、すごい。こんな森だらけだったかな。うわ、やば。あ、プレゼントボックスも出る。宝箱めっちゃある。あ、いた。人狼の、なんだ、金棒みたいなの持ってる。狼のね。これ欲しいな、持つやつ。ちょ、待って、早くない?足。なんか、お尻にちょっと旗が刺さってる感じ。待って、どこが、通れて、行き止まりか、ちょっとわかんない。確かにこれ部屋も、あー、待って、通れる、どこ通れる、これ、あら。なんかそう、なんか部屋みたいになってると、金太郎、重すぎ。待ってよ、避ける。あー、通れない、ちょっと待って、ここ。謎の空間、通れなかった。はい、じゃあ、キャリーちゃんもゲットできて、青の卵がなんか持ち帰れたっぽい。あ、真四角だ。いや、脱獄ごっこ、私もそんな、もう最初の頃だけなんで、全然、配置はわかりませんが。鬼にも会えましたね。で、卵がゲットできたっぽいんですけど、青逃げしなくてもよかったのかな?あ!出てる、表示が。あれ?まだペットは孵化してないから未所持のまま。出てますね。孵化まで残り 79,167 ポイント。え?1、10、100、8万ポイント。8万ポイントで孵化するってこと ?1 秒に8万秒ってことですか、これ。8万秒。あ、で、これ鬼会えましたね。脱獄鬼。いいな、この狼のこの振り回すやつ。これが欲しいんですよね。で、ヒカキンさんの塔のヒカキン鬼だと思うんですけど。8万秒。計算がちょっとよくできない。60秒。約1日ぐらいかな、ほっとくと。なので、ポイント稼がないと孵化しない。っていうことですね。
やばい。かわいい、このサイズ。キャリーちゃん、かわいすぎる。ちょっと待って、この小ささ、やばいな。かわいい。あ、どうしようかな。いいですか？すいません。3倍なんで、ちょっと行かせていただきました。はい、合わせにいただきまして。はい、ということでございます。多分、孵化するまでもう1個はもうゲットできないので、孵化して、また新しい卵を見つけて、育てるっていうことですね。で、5体ぐらい今あるので、5種類あるっていうことだと思われます。一体何になるのか、どんな能力を持つのか、多分1日弱ぐらいで孵化すると思うので、育てたいと思います。はい、ということで、ちょっと全部はできないので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。それではまた。バイバーイ。